本当に毎日あるんで気づき、うわー今日もうわすごいな、あどっちがいいんだろうなっていう。今日というか最近あるのがすごくこの周り、このお腹の前にこういう球体みたいなものが出来上がってきたんで、だからすごくこれが綺麗にこの円に沿ってこう動くようになってきて、もう関節がなんかこう丸く動くようになってきたというか、面白いでしょ。考えなくてもそこにもうすでにガイドがあるので、なんかそうそうボールがあるような雰囲気感じになってきて、この形に沿って勝手に動いてしまう、ボールの外縁に沿ってこう動いて、そう綺麗に動けるし、そのガチッガチッっていう、そのカクカクっていうのはなくなってきたんで、まあでもまた違う気づきがあって、あれどっちがいいのかなっていういつも悩みです。そう同時進行的にいろんな発見があって、あどっちがいいんだろうみたいな、どっちも効くっていうこと、ね、そうその悩みがずっとです。それに対してどっちがいいんだろうと思われてることって何ですか。そういった心筋と筋のバランス、あもっとその身体操作法的な、そうでしょ、ボールに沿っててこんなふっとこういう感じなんです。そう、それとは別にこのさっき言った心筋と屈筋のバランスで、この引く力入れすぎちゃったら固くなるんで、こっちの出す方、背中からこう出すイメージで、背中の心筋を使うで、これもだから手で引くんじゃなくて背中の心筋心筋で両方で引いちゃう、引いてんだけど心筋使ってるっていう、面白いでしょ。これが同時進行でこう始まる、自分の中で、ね、気づきが出てくるんで、あどっちがいいんだろうなっていう、それが、まあ、日々あるんで面白いですけどね。だからゆっくり今みたいにこうボールがあるイメージでずっとやる稽古をした何回かした後に、さっきみたいにきっと刺激のバランスやったり、うん、だからどっちがいいとかじゃなくて両方使い分ければいい、うん、テーマとしてその時の、だから前言った型を稽古する、型で稽古していくっていう、はい、うん、だから両方なんていうかな、突き詰めたらどうなるんだろうな、一つになるのかなみたいな、でもまたやってるうちにまた次の新しい発見があったり、だから本当に面白くて、じゃあ一人で二つ違う道を歩いてる、そう面白いでしょでそうなんですよ本当に。でもさっき言ったそれは今考えてるのは、一つは例えばその身体操作を勉強するため、体を作るための稽古、まあ、体という技、はいはい、それの一つはそれをもっとやらなくして本当に使えるようにしていく、用であり、うん、術になってくる、だからそういうふうに自分の中では考えながらね稽古してるんですけどね、うん、多分最初が一つになってくると思うんですよ、それで新しいものが出来上がってくるのかなって僕の中でね、こう溶解されてそれが体の中で全部で、いや心筋と屈筋のバランスだなって考えたら、なんだそれ力の入れ替え強弱じゃない、力入れ替えじゃん、陰と陽だ全部一緒だっていう結びついてきた。